ガンモドキガンモドキは、豆腐を潰して、人参やレンコン、ごぼうなどと混ぜて、油で揚げた料理。ガンモや肥料図とも呼ばれる。ガンモドキと字を当てて表記することもある。煮付け水気を絞った豆腐にすった山芋、人参、ごぼう、ボウ、椎結婚部銀蘭などを混ぜ合わせて丸く成形し、油で揚げたものである。おでんや煮物に用いられることが多い。もともとは精進料理で肉の代用品として作られた。 ものである。名前の由来は、狩りの肉に味を似せて作ったから、鳥類の肉のすり身を丸めた料理、丸に似せて作ったから、など諸説ある。江戸時代に書かれた豆腐百鎮には尋常品として26品が掲載されているが、ガンモドキはその一品として、飛ル島の名で記述がある。ただし、 豆腐百珍に紹介されているものによると、江戸時代のガンモドキは、現代のように豆腐に具材を混ぜ込んであげたものではなく、まんじゅうのように豆腐で具材のあんを包んであげたもので、ある。ヒロウスガンモドキを肥ロ図と呼ぶこともある。語源は、ポルトガルの肥ロ図であると言われている。工事園第五半期文教の料理笹の雪、AB、世界の食文化雑学講座、キッコーマン、 2020年4月10日閲覧。ガンモドキとヒロウス、由来の謎。株式会社日本食品薬科、ガンモドキと、ヒリュウトウ、または、ヒロウス引く、株式会社、高井製作所による、豆腐豆知識。ありがとうございます。